だ風邪ひいたりして、うん、あの辛い時はディスコールで、うんうん、辛いから、うんうん、ちょっと助けてって言ってくれれば行くで、あすぐに部屋。僕も行く行く、飲み物とかさ、うん、使ってくわ、食べ物とか。そうそう、下痢すぎて怖いから泣いてくれ。あの飲み物を持ってきてくれ、1回の2回のトイレに飲み物とかトイレットペーパーくれっていうのは言ってる。トイレットペーパーがなくなった時呼ばれるのめちゃめちゃ嫌だな。トイレットペーパーなくなった時に関してはさすがに叫んでいいよね。あっ神がね、神神神ちょっと 大量にストックしておかないとな、トイレットペーパー、ね。カナさん、私の上に変な黒い線が入ったの気になるって。あ、ほんとだ、確かに。ちょっと待ってね、どうにかしよう、どうにかしよう、みんなアホ毛を削らずにどうにかして。こうだろ、これでどうだ、みんな、ほら、もう気にならないよ。あ、完璧やで。どう完璧やで、これ綺麗になっただろ。同時にトイレットペーパー切れた時はどうするのやって、同時に叫んだら状況がなるだけやで。もうダメだ、ヤスリです、ヤスリで拭くしかないよ。どちらかが諦めてボタボタ垂らしながら行くか。切れた、これが取れるまで、あの自然と濡れた部分が乾くまで、あの待ってやる。1時間ぐらい座ってるわ、乾くで。最悪だマジで。それもう嫌すぎ。ちょっともう大量にトイレットペーパー買っときます、みんな。大量に置いとけばいいだけやね、うん、そう、そういうこと、置いとけばいいだけ。常にね、なくなったらもう即買うわ、ちょっと開けたらもう一個買う。そうそうそう、常にそう。やっぱね、やっぱこうやって一緒に住むってなったら、うん、やっぱプライバシーとかそういうの大切にしたいんですよ、やっぱり。そう、ね、お互いオタクなんで、うんうん、オタクですしね、やっぱそこはあの見られたくないっていうところもちゃんと尊重するべきなんですよね。そう、あのね、本当にね、ここはやめろ、マジで今は違うみたいな時がねあるから。いや、ありますよね、普通に。あの本当に誰の声も聞かずに一日漫画読んでいたい時とかありません？ある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 、全然ある。ありますよね、やっぱそういうのを大切にできる気がするんだ、かなたんなら。お互いね、そうね、僕たちは多分そう、そういう性格だよね。そこに分かるんだよね、相手の気持ちがね。うんうんうん、うん、だから干渉されるのが嫌って気持ちが多分一緒だからしない。そうそうそう、うん、しないよね。しないね。そうだ、干渉したくなったらディスコードで、うん、そう、ちょっとリビングに来いやって言って、まあ入らない、行っていいとかダメ、行かない、基本ダメだから。100万円払わないと入っちゃいけないから。そう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 、許可を得ないと。100万円払ってでも入りたい時ができたら、まあ入ってもいいと思うんですけど。その時はちゃんとディスコードでね、ちょっとディスコードでね、今暇、暇か、今、そう、今か、喋ろうぜ、喋ろうぜ。45分になったらリビング集合なって。おやつ持ってこいよ。共有スペース、共有スペースね。そうそうそう、そういうのもあり。大事大事、そうそう、台所とかね、リビングとかね。豚汁作ったで。最高。こういうとこから食べようやって。私豚汁しか作れないけど、豚汁なんか年中作るで。いいね、じゃあちょっと毎日さ、ちょっと僕のために豚汁を作ってもらって、僕も料理するよ。ほんと？うん、するするする。一緒に料理配信しよう、そしたら。はい、いいね。料理配信しよう。料理や味見配信しようや。カナタもなんか作ってきたんだなって。いや、最高。味見だったーんって。うん、美味しい。まずい。まずい、まずい、まずい、やばいだこれ。いや、いい、それ楽しい。私が作るあの豚汁はマジうまいんで。ほんとに？マジうまい。豚汁しか作れない豚汁がマジでうまい。そこにステータス振ったのか。豚汁しか作れない。豚汁にステータス100振った、あとゼロ。いや、いい、それ楽しい。ゼロ。僕豚汁大好きだからな。ほんと100。サンタンと一緒に住めば私たちのおっぱいも足して2で割れるで。なんでよ、よ、別に足さなくていいし、足さなくていいの十分ありますから。ないです、ないです、あるわ、ある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 、そんなもんいらないよ。そんなもん人ちょ、ルールにトイレットペーパー大量って今書かれてることに気づいたら意味不明やん。これ大事でしょ、ルールで。もうルールだから、これは大切。なくなったと思ったらちゃんと買っておく。そう、うん、やっぱね、こういうの大切だよね。でも決めておくの大切、うん、そうだよ、トイレした後なんかこれ大事っていうのある、みんなある、なんか
なんじゃろう、ちょ視聴者の人に教えてほしい。例えば、うん、同居ですとか、うんうん、同棲をしました、うん、それになりました時にこのルール大事って思ったの。みんなのちょっと経験談かな。結構取るね。些細なことでも、うん、自分が常識と思ってることが相手にとっては常識じゃないことで喧嘩になる、うんうんうん、トイレの蓋を閉めるとか閉めないとか、もうトイレあれだよね、2つあるから自分のトイレ決めるよね。そうそう、自分のトイレそうそう、マイトイレ決めるんで、そこはね、そこそね、私もトイレとかしてるときドアも閉めないし。汚い、マジで本当にもうそれを見たくない。絶対見たくない。見たくないよ。いやもうね、トイレドア開けてるからってトイレの外にまでなんか飛ばすわけではないでしょ。いやでも嫌だよ、なんかその空間がさ。いやもうその空間が空気起こるのはあの10秒だけだから大丈夫。空気が汚い、空気が汚いじゃないよ。やめてマジ。自分の部屋のドアとホールのドア閉めてれば同じ空気になることないから大丈夫。いやでもね、それをね、多分僕はもうチラって見ちゃったとしても多分無視するね。あ、そう、無視しますよね。私も見られてるなと思いながら普通にお股拭いて出るだけなの。お股何も思わない。いや大丈夫、拭いて乾かすだよ絶対。拭けよ。じゃあもうちゃんと拭いてた大丈夫。